こんにちは。今回のビデオレッスンを担当しますトーマス・鈴木です。今回のビデオレッスンでは英文法レッスン3-5ということで一般動詞の疑問文について学んでいきたいと思いますでは早速表を見ていきましょうもし皆さんが今までに一般動詞の肯定文否定文の時にこの表をノートに控えているのであればそれを開いてみてくださいそして比べてみてください 特に、肯定文と疑問文の違いというのは、一箇所見つけることができると思います。それは、この部分ですね。主語の前に、do, does が入っています。一般動詞の疑問文の場合は、do, does を主語の前に置きます。主語が、he, she, it の三人称単数の場合のみ、do を使います。 これは B 動詞のルールと異なりますので注意の方をお願いいたします B 動詞の場合は B 動詞を主語の前に移動させましたでも一般動詞の場合は主語の前にこの do、do e s を入れるんですねこれが違うところですので注意してくださいそして後ろにクエスチョンマークをつけますそしてこの青いところにも注意してください he、she、it が主語の一般動詞の肯定文の場合は 動詞に s がつまり S がつきませんこれは否定の時も一緒ですねこの d a が来るとその後ろは原型に戻ってきますこういったものをですね勉強していくと「あなんか覚えるのいっぱいあるな」と思うかもしれませんでも英文っていうのは文の構造が変わることはありませんので並び順を一つ覚えルールを覚えると「 単語を入れ替えるだけで何でも言えるようになりますそれらを覚える最も良い方法はこのビデオレッスンで覚えた文の構造を思い出しながらたくさんの英語に触れることです特におすすめの方法は今まで肯定文否定文疑問文で取ってきたこの表この表をですね、新しく作りましてそしてこれから触れる英語というのをその表に落としていってみてください そうすると何が分かるかというとあ英文というのはこのルールに沿って覚えつ、えー、られているんだなというのが分かるようになりますそうすると英文というのがどのような構造で作られているかというのが体感として理解できるようになりますのでそうなるともっともっとこの英文というのが分かるようになってきますですのでぜひその方をた試してみてくださいでは疑問文への答え方です Do you speak English very well? と聞かれた場合は、Yes, I do. ないしは、No, I don't. と答えます。これは、Do you というのは、あなたは何何しますかという聞かれているので、答えるときは、Yes, I do. はい、私はします。ないしは、No, I don't. いえ、私はしません。というのになってきます。では、Does he read a lot of books? の場合は、Yes, he does. ないしは、No, he doesn't. という形になります。 Do you, do I 以外で聞かれた場合は聞かれた通りに答えてください。簡単な考え方について皆さんにお伝えします。聞かれた通りに答えるというのを徹底してください。Do you と聞かれたら Yes, I do ないしは No, I don't Does he と聞かれたら Yes, he does No, he doesn't Do they と聞かれたら Yes, they do No, they don't Do I と聞かれたら Yes, you do No, you don't. Does it? って聞かれたら Yes, it does. ないしは No, it doesn't. という形になります。注意するところは Do you?Do I? のとこですね。Do you? というのは先ほどもやりましたが、あなたは何々しますかと聞かれてますので、はい、私はします。はい、私はしませんという答えになります。Do I? の場合は私は何々しますかという形になりますので、はい、あなたはします。 いいえ、あなたはしませんという答えになります。ですので、それぞれそのような形で変わっているように見えますが、日本語で考えてみると分かりやすいです。それ以外のものは、Does he? っ聞かれたら、Yes, he does.No, he doesn't.Do they?Yes, they do.No,、yes, they, do.、no, they don't.Does it? 聞かれたら、Yes, it does.No, it doesn't. という形で、聞かれた通りに答えます。では、例題です。 1>, 1番、あなたはギターを弾きますかここにはあなたの答えを入れてください。2番、メアリーは英語を話しますかはい、話します。3番、あなたの兄、ないし弟はサッカーが好きですかこれはあなたの答えを入れてください。4番、あなたは猫が好きですかここにもあなたの答えを入れてください。では、 ビデオを止めて早速やってみましょうではビデオを止めてくださいはいそれではどうで,しょうどうでしたでしょうかわかりましたかでは早速見ていきましょう1番あなたはギターを弾きますか主語は you ですのでその you の前に来る疑問を表すものは do になります。で、you play できた。さあ、あなたの答えは。yes I do。もしくは、no I don't。となります。では、二番。メアリーは英語を話しますか。メアリーさんの主語ですね。です。メアリースペック english。となります。これはメアリーっていうのは。 代名詞で考えると C です。女性ですので C になりますね。C に来る、C の前に来るこの疑問を表す Do, does は Does を使いますね。ですね、Does Mary speak English? はい、話します。Mary というのは代名詞 C ですので Yes, she does という形になります。では3番。あなたの兄はサッカーが好きですか ?You are というのはあなたのということですね。ですので あなたの兄。あなたの兄というのは、代名詞で考えると、he です。ですので、Does your brother like soccer? という形になります。であなたの答えはどうでしょうか ?Your brother というのは he だと言いましたので、Yes, he does. ないしは No, he doesn't. という形になります。もしかしたらお兄さん、ないしは弟がいないかもしれませんね。その時は、私は、 ブラザーがいません。ということで、I don't have any brothers という形になります。では4番。あなたは猫が好きですかあなたは何々ですかと聞いてますので、あなたは主語なので、do you like cats? Do you like cats? という形になります。答えは、yes I do 何しは no I don't という形になります。皆さんわかりましたでしょうか。それでは今回のレッスンはこれで終わりになります。皆さんどうもありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。